始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タルマッコージョのアンドゥです。今回もナースストーリーというゲームで遊んでいきたいと思います。でこちらがどういうゲームかというとですね、まあこう見てもらえば分かると思うんですけれども、この USB をここに挿してやるとみたいなゲームです。さあ来ました、レベル2。彼を助けるだって、定規か、なんだ なんだこの白いの、チョークか。え、じゃあ一回定規渡してみる。定規だとどうなる。はい、ん、あ、できない、チョークでしか何もできない。あ、なんだこれ、980ルート128。はあ、で定規を使うと、彼女は必要なものは何ですか。あ、彼女に必要なものか。あ、ドアかな、もしかして。ん、なんだ、動かせない。あ、ヒントも見れるよってことか。そういうことね。トイレと、はい、ドア、はいはい、なるほどね。来ました、彼女は戦闘機だえ、急な悪口もしかして。あ、とりあえず板を置いて、はいはい、1枚割りました。じゃあ次これか。はいはい、3枚割りました。いやでもこの岩はさすがに無理よ、申し訳ないけど。彼女は戦闘機だ。起きた。彼は助けが必要です。あ、なるほどね、サンタスさん、わからないと。しかしこの虫眼鏡を使って、あらあら、セクシー。え、これどうすんの、どこに置けばいいの、これ。こういうこと、こういうこと、こういうこと。じゃあここか。ん、あなんだよそれなんで服脱いでんだよ。完全に充電されたバッテリーだって。ナイス、かわいいなこいつ。おあ、でも充電たまんない。あ、来た来た来た、充電されていく。あ、悟り開きやがった、バッテリーのくせに。お、彼女を怖がらせるだって。なるほどね。で、まずろうそくを立てます。そして火をつけてあげる。そういうことでしょう。つけません。あ、電気を消して火をつける。はい、来た。お、彼女は体重を減らしたいのです。だって、あ、なんだ、ビキニを着させるってこと。はいはいはいそりゃ服の重さで痩せるだろう。絵画絵画なんだこれ、あ、パズルのピース合わせていくってことくだらねなんだこれ、妙にさ気合入ってんだよねこのゲーム。職員加工あ、寿司を作れってことシャリにわさびを、あれ乗せられない。あ、じゃあネタかで、上にわさびかなんだこれ見たことないこんなお寿司。お、彼女の贈り物をしました。あ、なんかインスタライブ的なね。あ、バラかな、バラを送る。お、お、え、いいんですかそんなの。じゃあ次船で行きます。あら、さあこれでおしまいだと。なんでだよ、本当に全部脱ぐと思わないやん。彼女の魅力的にするね。あ、なるほど。お、これ何このエアは、あ、とりあえずこれをまず着て、このエアで、お、なんだ、お、え、皆さん今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。